ショート動画総集編、最近投稿してきた霊夢ブスマリサをまとめましたので投稿します。ぜひみんなのプレイの違いを楽しんでいただけたらと思います。最後まで見てくれたら嬉しいぜ。最近このシリーズの他にも、個人的に思う〇〇参戦や、不思議な世界に連れてこられた霊夢、などなど、ソロでも通常のマイクラでは起こり得ない世界をプレイしていますので、好評でしたらもう少し投稿頻度上げようかな。でも新シリーズ投稿し始めてから再生回数上がってるし、新シリーズの3つとも20万回再生超えだぜ。高評価やコメントしてくれた視聴者さんありがとうだぜ。それでは話長くなりました。新シリーズ皆さんの意見コメント欄でお聞かせください。それでは霊夢ブスマリサの総集編どうぞ。ガラス板しかない世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、もともとこういう世界難しいのに、ガラス板って透明かつ見にくいんじゃ、どこにあるかわからんって。うつ主め悪いしもっと難しいよな。本当にどこにあるかわからない感覚でどうにかならない。なったら奈落に落ちてねえよ。もう怖くてスニーク状態しかできないって。霊夢の場合、うつ主さ、こういう世界って別にジャンプ越えしなくたって簡単に移動することできるんだって。え、だってガラス板見えないし、こんなの地面内みたいなもんだよ。何を言うとる。走ったらいいってなんか言えばわかるんだうつ主よ。そんなこと聞いてないもん。ないもんじゃないもん。マリサの場合、ここで余談。みんなは秋といえば何が思いつく？やっぱりハロウィンじゃないか？だよねー。コメント欄で教えてね。まあ見えない理由の一つは影モッドだよな。影モッドをオフにすれば割と見やすくなる。でもこれガラス板を自分で一度設置すれば、ガラス板同士繋がるんだよね。これで走り続けなくとも、奈落に落ちるリスクを軽減することができる。と SJ の場合、俺が手を加えた世界で M さんにやってほしいな。手を加えたって？ガラス板って見えにくいわけじゃない。おう、つまりどこかガラス板を割っておいてもわからない。とんでもねえじゃん。って奈落に落ちて苦しがってる M を眺める。と MJ の場合、びっくりやだ。もうそんなことされたら沼っちゃう。なんだこいつ。私は自分が持ったら悪い世界にするわ。ダイエットだな。エンドから始まる世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、うん、理解ができないんだけど。いやいや、冒頭でも言った通り、エンドから始まる世界です。今までやった〇〇しかない世界とかよりも相当鬼畜やで。エンダードラゴンを討伐するまで元の世界には帰れないからな。帰るも何も元からエンドスタートだけどね。この世界にいてもエンダードラゴンにボコされるだけよ。霊夢の場合、うつ主諦め早いな。そりゃ諦めたくもなるやろ。でも攻略法はいくつもある。なんだ？はじめにピースフルにするんだよ。え、この世界ではお許しを。ピースフルにしたらハエから攻撃してくることないから。地道にドラゴンを倒す。なるほどな。ほぼゴリ押しってところか。イエス。マリサの場合、ここで余談。みんながパッと出てきた虫教えて。虫？この動画に関連性なくね？エンドラのことハエって言うじゃん。そうだったわ。私はハエ倒して、その勢いでエリトラもゲットしに行きます。しかもエンドシティだったらダイヤモンドの装備もゲットできるぜ。マリサはエンド開始の方がいいのでは？おもんないキッズの場合。エンドからのスタート？エンドラを倒したらこの世界はイージーだな。え？お前ワンパンマン。と MJ の場合、エンダードラゴンバツメモリーとか初手から最高の世界じゃないの。でもいいんだか、私はある挑戦をするわ。なんだ、エンドを全て削る。はいはい。でん、お前は何を言っている。魂の焚き火しかない世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、魂の焚き火ってただ青い雛だけじゃないの。それだけならとても良かっただろう。え、何か違いってあるっけ。クラフト素材が違う。え、ダメージ量が変わりますね。え、そうなんだ。確かに普通の焚き火よりもハートの減りが早い。じゃあ普通の焚き火より難易度が上がったってこと。そういうことになるな。え、霊夢の場合、でも普通の焚き火と違う点って色だけな気がするけどね。色だけ違うのにダメージ量多いって、どんな焚き火やねん。魂の焚き火っていうくらいだから、人間の魂にも関連してダメージ量多いとか。まあでも水かけてしまえば問題ないよな。それは普通の焚き火と何ら変わりないな。マリサの場合、ここで余談。みんなはキャンプといえば何が思いつく？キャンプか、バーベキューとかかな。コメント欄で教えてね。ってことで魂の焚き火、これってマグマブロックと同様、氷渡りのエンチャントでダメージ回避できないのかね。ってできるじゃん。焚き火もエンチャントでどうにかなるんだな。おもんないキッズの場合、僕ちゃんはこの焚き火の回避方法を考えています。おお、教えてもらおうか。ゾンビピグリンになる。うん、ゾンビピグリンやシューカーなど焚き火のダメージを受けないモブもいるからな。そのモブに変わる対処法なんなん。と SJ の場合、え、ドイスちゃん、ド M は呼んでねえよ。うわぁ気持ちいい。ド M の体この焚き火で焼くぞ。え、いいよ。こわ、ゾンビがスポーンし続ける世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、ゾンビが遠くでスポーンされ続けるならまだしも、スポーンしてにゃん。俺ができる行動は昼間まで。夜になってしまったらもう最後って、さすがにスポーンする速度おかしくない？普通に昼間のうちに死ぬって。それはうぷ主が下手くそなだけでは。まずこんな世界やったことないからわからんって。霊夢の場合、ゾンビが大量にスポーンするならスポーンしたゾンビ全て倒せばいいのさ。いや、それは無理だろ。え、なんでうつ主がそんな確信あるの。俺はもうその世界やったからな。っていうかパッと見でわかるだろ。うん、だいぶきついね。でも昼なら問題ないだろ。生まれたゾンビは次々と燃えていくからな。マリサの場合、ここで余談。みんなの好きな映画ぜひ教えてほしい。バイオハザードは好きよ。ピースフルにするという方法。でもスポーン地点を放置しておくとワールドが徐々に重くなっていくんだよね。25マス離れればいいんじゃないか。スポーン地点の時間は止まらないからな。え、そうなん。ゾンビをフル装備でボコす。それしかないな。おもんないキッズの場合、マリサちゃんがさっき言ったピースフル、それが一番の対処法じゃん。え、利用するね。はと MJ の場合、ゾンビがスポーン地点にスポーン、そんなの最高じゃん。でもマイクラゾンビ、ゾンビに噛まれても死ぬだけ。私もゾンビになって意識がない中、自分の体が動くバイオハザードのような世界になればいいの。
のに。とんでもねえ。サンゴブロックしかない世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、サンゴブロックって確か水がないと灰色になっちゃうんじゃないっけ。確か枯れたような見た目になるな。ということでですね、それを利用して灰色になったサンゴ礁を踏むと死ぬ世界にしました。はってことはイージーだと思ってた世界が激ムズに、うぷぬしグズグズしてたら死ぬって。もう死んだ。あら、霊夢の場合。何この世界、サンゴ礁が灰色になったらその場所に触れられなくなる。つまり奈落みたいなもんだな。落ちないが死亡する。次第には全て灰色になると。これ鬼畜すぎやしないか。でもサンゴが灰色になる速度は意外と遅い。なんとか回避はできそう。別に灰色サンゴからは逃げれるが、結局世界は触れられない地面になる。なんと鬼畜。マリサの場合、ここで余談、海と関連性ある世界ということで、皆さんの好きな寿司ネタ教えてほしいって。この世界よな。これは村からサンゴ以外のブロックをゲットして、サンゴの上に設置。そしたら灰色のサンゴから回避できる。でもブロック設置した場所からも灰色現象始まるよ。え、一生その木の上から降りられないね。え、おもんないキッズの場合、この世界は死んだサンゴに触れなければよい。つまり村にいればもう安全。村最強じゃん。と MJ の場合、これサンゴを壊すことでも周りのサンゴが死ぬのよね。つまり私の周りのサンゴを壊したら踏むことができるわ。何を言ってるんだこいつ。俺もわからん。歩いた場所が粉雪になる世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、はぁ、どうしたんだ。なんで開始早々俺の視界真っ白で寒いの。粉雪が地面に変化しているから。そんなの分かりきった話だわ。最初の企画言うの俺や。で、うぷぬしはどういう対象。ただ凍えて投資するのみ。なんかもうちょっと考えなよ。霊夢の場合、下が粉雪になるなら粉雪に埋もれなくなるように革のブーツでも履いておけばいいじゃん。まあそれが普通の攻略法だよな。うぷぬし革のブーツで粉雪に埋もれなくなること知らんやん。知りませんよ。もちろんですが、ブーツ履くだけでサバイバルすごく簡単になるのに。マリサの場合、ここで余談。ヤウチューブの機能にあるメンバーシップ、あれやってみたいんだよね。あれか。最低価格の90円から参加できるぜ。まだ解説してないけどね。したらまた言います。ぜひ参加待ってます。ってことで私の攻略法ね。これ革の防具着れば粉雪耐性はつく。つまり馬に革の鎧をつければ、馬に乗りながらもこの世界でサバイバルをできる。おもんないキッズの場合、粉雪か。これ粉雪があれば別に問題ないよね。まあ粉雪に変わればな。じゃあ粉雪入りを釜に変えれば、投資することも埋もれることも回避できるね。ふざけんな。と MJ の場合、あらやだ、歩いたらとっても冷たいブロックが生成されちゃうの。この冷たさと一旦もあの冷たさと一緒。どこでも M や。透明化が無限に続く世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、透明化続くってことは敵もグに攻撃されないで済むってこと。誰からも見えないからな。めっちゃいいじゃん。うぷぬし、お前誰かと話してもらえたか。エンダーマンにどれだけ目を合わせても反応してくれない。もう3年間誰も俺の存在を認めてくれないんだ。無限に透明化が続いてもいいことばかりじゃないな。霊夢の場合、うぷぬし透明化の効果ちゃんと調べておかないと。え、別にモブに絶対バレないってわけじゃない。透明になることでバレにくくなるだけだ。モブのプレイヤー探知範囲は通常の7にまで落ちる。じゃあエンダーマンにもある程度近づいて目を合わせたら、そりゃ私たちの存在に気がついてくれるさ。それ早く言ってくんない。防具を一つずつ切ることで 17.5 ずつ探知範囲が拡大するってわけだ。マリサの場合、別に透明化をやめたければ防具を切れば問題ないってわけだ。ちなみに牛乳は無意味。逆にもっとバレないようにするには、スニーク状態や核モブに対応する頭を装備すればよい。あれに利用価値あったんだ。おもんないキッズの場合、透明化ってことはマルチプレイの時とかバレないでダイヤモンドとか盗めるじゃん。パーティクルも設定で見えないようにすればなおい。と MJ の場合、モブたちも透明にして私の場所だけをわかるようにしたら、敵モブがどこいるかわかないな。透明の誰かに襲われる。食べるの禁止の世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、クリア条件ダイヤモンドゲット。何も食べないでオイラは働かせられるのか。お前には食い物はやらぬ。働かざる者食うべからずって言うでしょ。お前働かないじゃん。編集私やってるしね。はぁ、この世界はこんなにも残酷だったのか。お腹すいたな。そんな感情も今から消えるさ。霊夢の場合、食べる行為が禁止なの。まあそうなるな。牛乳って空腹ゲージに影響は全くないね。それじゃあ前の10秒で死ぬ世界と同様、ベッド利用して空腹で死んでスポーン地点を転々とすればいずれダイヤモンドゲット可能。その攻略法強いな。マリサの場合、さっき霊夢が牛乳を出してきたから正直蜂蜜入り瓶使われると思ったんだけど。蜂蜜で空腹ゲージ回復するのか。6ゲージ回復するんだよね。しかも意外と回復するって。でも蜂蜜って食べるじゃないか。いや飲むだろ。いや食べるだね。飲むだね。これは視聴者さんに決めてもらおう。洗脳系の場合、名前を変えてしまえば、これは鉄、これは鉄、俺は鉄を食った。でも鉄は食えない。つまり鉄を食べてはない。でも食べる行為が禁止。つまり俺は死ぬ。だが鉄は食ってはいけない。と MJ の場合、これハードモードだのね。そうだな。つまりそれ死んじゃうし。でもお腹空いてるんでしょ。あ、私パン作って目の前に置くわ。食えんよ。それがいい。飛んだと M だな。クサブロックに触れたら死ぬ世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、出たよ。マイクラやらせる気ない世界って。クサブロックに触れちゃいけないんだね。まあ触れてもいいけど死ぬよ。てかさ、俺スポーンした瞬間死んでるんだけど。リスポーンはしてもクサブロックの上にスポーンするから即死。かわいそう。思ってないかわいそうをどうもありがとう。霊夢の場合、うぷぬし何つんやってんの。別に俺だって積みたくて積んでねえよ。で私は木の上からスポーンと。草ブロックは触れてないが、なかなか厳しいスポーン位置だな。俺よりかは相当マシだぞ。木の上で原木回収してツルハシとか剣とか色々作って、でこれ木を使って草ブロックに触れないように生きればサバイバルできるじゃん。木の上からのスポーンは割と良かったぽい。マリサの場合、で私は他
みたいなところからの開始だな。近くにアカシアの木があるし、特に問題なし、なんなら鉄とか石炭とか顔出してくれてるから、パパッと回収して、鉄フル装備は余裕だぞ。これ思った以上に生きれるな。スポーン1の運が良かったらな、おもんないキッズの場合。ぽっちゃん最近コメント欄で、そろそろおもんないキッズネタ切れで卒業かなって言われてたよ。え、持ちネタ少ないよね。バイバイ。と MJ の場合。君の世界で面白くない。私は土だけの世界にして、自分ったブロックになっていくのを楽しむわ。が近づく感じ最高。はぁ、10秒後に死ぬ世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、クリア条件ダイヤモンドゲット。なんで俺たちはこんな鬼畜な世界をプレイさせられるのだろうか。ヤウチューブの企画なので仕方ないさ。それにしても10秒か。マイクラで10秒何ができるか。気を取って終わり。ギリギリ作業台作れるくらい。もう無理やん。霊夢の場合、ウプ主ダイヤモンドゲットも忘れずに。こんなん無理やろ。この世界でダイヤゲットか。村でスポーンしてくれるのであれば、すぐにベッドに触れて10秒経ったら死ぬ。けれどベッドからのスポーンを利用して徐々に移動していく。確かにベッドはスポーン地点を保存できるからな。10秒経ったら死ぬのはクソ厄介だけど、なんとかクリアできそう。マリサの場合、10秒で死ぬのは今まで考えたことなかったな。でもダイヤゲットは意外と可能なのでは。そんな簡単か。まあほぼうん。霊夢も村がなかったら実行不可だからな。確かに私はピラミッドとか鍛冶屋とかを利用するかな。チェストからのゲットを狙う感じね。そうそう、おもんないキッズの場合。え、キッズ卒業したんじゃないん。やったー、来るな。ボクちゃんは水没を入力して最速ダイヤゲットできるワールドを生成する。ダイヤモンドが生成される場所は確定されるから簡単にクリア。はい。謎人物の場合。なんだこいつ、10秒経ったら死ぬ。無駄無駄無駄。10秒経っても死にませんが。ベッドしかない世界でのプレイの違い。ラッキーの場合。うん、本当にベッドあるんだろうな。なんか知らんけどベッドが見えないっすね。これ何も言われなかったらベッドあるのかわからんぞ。下に視点下げるとベッドの黒枠が見えるのか。形だけしかわからんね。なんでこんなこと起こってんのかよくわからんが、俺は怖くてここから動けんぞ。え、ベッドあるのに。視覚的にわからんと怖くなるものだ。霊夢の場合。ウプ主さすがに怖がりすぎでしょ。この世界は特に死ぬ要素ないからな。緊張感ないわ。それじゃあこの世界におけるメリット考えたら。メリットか。どこでもすぐに寝ることができる。確かにメリットそれくらいしかないわ。私やらんくてよく。マリサの場合。私もやれと。ベッドがこれだけあれば村人の増殖に困らなくなると思うんだ。何せ丸々しかない系の世界って動物が湧かないこと多いから、すごく楽に村人増やせそう。一番ベッドを有効活用してるかもな。でしょ。ギャンブル中の場合。この世界にギャンブル要素なくね。いや、それがあるんだな。ベッドは2ブロック分使うだろ。そやな。つまり自分の前のベッドを壊したら上下左右どこかも一緒になくなる。ベッドが透明だからできるギャンブル。そうさ、自分の命をかけるのは面白いぞ。あなたと MJ にもなれるわよ。と M は間に合ってます。振られた。能力をゲットできる世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、クリア条件自分を消すこと。クリア条件終わってない。自分を消すのが条件。これアイテム乗せて何が起こるかよね。例えば羽を乗せたら落下速度が遅くなるのか。でも消えるって難しいな。サボテンとかはただダメージ食らうだけか。いや、手持ちに入ったアイテムが全て消えていくね。霊夢の場合、頭上に乗ったアイテムの能力がゲットできる。何を乗せるかが問題だよな。例えば修繕のエンチャントボンを乗せたら、経験値が入ってくるたび HP が回復していくのか。これめっちゃ便利じゃない。利用できるね。他にはリンゴとかは空腹ゲージが減らなくなる。食料系は大体そんな感じっぽいな。食料系最強じゃん。って自分は消えないの。クリアできないけど消えたくないよ。マリサの場合、私はクリアを目指します。マリサが消えるのは悲しいよ。何を乗せるか。砥石とか乗せてみる。何が起こるか予想できんけど。ってエンチャント全部剥がされたんだけど。なんだこれ。じゃあガラス乗せてみる。あ、透明になった。これ自分が消えたってことになんない。なりませんね。クラスターの場合、バグやグリッチを使わないとゲットまた破壊することができないブロック。岩盤を乗せるね。岩盤か。何が起こる。簡単さ、無敵になる。ほぼクリア状態じゃん。と MJ の場合、みんな消えるのなんて簡単じゃない。消滅も呪いもエンチャント本をつけて死ぬだけ。え、釣りでゲットしたアイテム縛りの世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、クリア条件修繕の本ゲット。釣りでゲットしたアイテムだけ。え、無理じゃない。釣りでゲットしたアイテムだけってことは、釣り竿を使わない行為はダメと。そういうことなんだよな。これはだいぶ鬼畜なのでは。ちなみにウプ主は何が釣れたんだ。フグ2匹、水蓮の葉。こんなんやってられっか。霊夢の場合、でも確かに釣りで修繕ゲットには、まあ運があればどうにかなりそう。これって制限時間とかは存在しないん。まあ撮影時間そこまで伸びないのなら、死ぬ気でゲットしてやる。はい、もう勘弁してください。エンチャントボン釣れた？まあそこそこ。マリサの場合、霊夢が30分も釣りして修繕の本釣れないと、これはだいぶ難しいですな。でもこれエフェクトで幸運って効果があるんですよ。幸運をつけると釣れるアイテムが良くなる。つまり修繕もあっという間に釣れるのでは。そんなまさかパパッと釣られて。おもんないキッズの場合、これ釣りをすればいいんだよね。まあそういう縛りだな。それじゃあ修繕の本水の中にぶん投げて釣り竿で釣ればいいじゃん。お前さっさと卒業してくんない。めっちゃ運悪いやつの場合、修繕って予期せぬ時に来るから釣りは待つことが大切。その余裕もいつまで続くかな。とりあえずフグが大量に釣れることだってある。ええ、めっちゃ運いいじゃない。釣りは待つことが大切。緑に触れたら死ぬ世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、クリア条件ダイヤモンドゲット。緑に触れちゃいけない。そんな状態でダイヤゲット。私たちは一体何をしているのやら。前の草ブロックよりも難しいやん。って俺のスポーン地点は水の中。でも乗らなければセーフなのか。水に入りながら気を取れば。ってあれ、
死んだ海藻。あ、霊夢の場合海藻は注意しないと。水の中まで気にしないって。私は砂漠。このバイオームはなかなか簡単なんじゃない？ピラミッドがあれば鍛冶屋とかでもありがたいんだけど、村人さんなんか交換してくんないかな。で、はい、なんか死んだんだけど。え、何か緑色のブロックに触れたか？いや、砂ブロックだな。踏んでたのはまさか村人の服の色？え、マリサの場合霊夢はスポーン地点に恵まれていたが、まさかの方法で死んだな。私はどうするか。マリサはどこスポーン？サバンナだね。そっか、サバンナとかになると草ブロックの色も変化するのか。そういうこと。ここから木とかもパパッとゲットして洞窟探索行けばダイヤくらいゲットできそうだけどな。おもんないキッズの場合僕ちゃんは緑色知らないんだ。ゲーム上に緑色ないでしょ。お前クロマキーで緑透明にしてるだろ。あ、バレた。と MJ の場合緑に触れたら死んじゃうの？それじゃあ私は毒状態になってダメージ食らうわ。死んでもダメージ食らいたいと。